なんて優美なんだ。追随を許さない馬の機能美に一本の長く美しい角。クライアントからのオーダー、かっこいい武器を持つ動物はこれで決まりだな。なんで？骨粗鬆症です。首長鹿みたいに脳貧血で倒れたんじゃないんですね。カルシウム不足です。せっかく馬に超かっこいい角つけたのに。土屋室長懲りない人だ。木村君のあの鹿がオケなら馬もいけると思ったんだけどな。なんで馬の方だけ骨粗鬆症になるんだ？その鹿も骨粗鬆症です。え、そうなんですか？うん、でも鹿は胃をたくさん搭載してるから大丈夫みたい。土屋さんの馬は胃が一つしかありませんから。つまり取れる栄養量が違うんだな。あ、なるほど。カルシウムの蓄えがないとこんな贅沢なもの作れないのよね。角は贅沢？そうよ。動物の骨はカルシウムでできたレンガの家みたいなもので、角はその出来上がった家のレンガを拝借して作るわけ。ああ、だから家本体がボロボロに。でも鹿はご飯をもりもり食べて家を修復できるんだけど、馬は胃が弱いから家を修復する体力がないの。なんか今の例えひどくなかったか？まあまあ。そうか、胃が強い動物って丈夫なんですね。うんこだって見た目から違うのよね。鹿はちゃんと消化吸収してるから食物の原型がないけど、馬は結構そのままなんだ。見る？結構です。室長、どうしても角をつけたいなら、牛につけたらどうです？いやだ、美しくない。馬に角をつけるから美しいんだよ。なんとかならんかな、樋口さん。いつの間にこんなラフ顔。カラーバリエーションが増えてるだけじゃないですか。